高2です。たまにすごく病んで孤独感に苛まれて、ご飯を食べるのもお風呂に入るのも何をするにも億劫になる時があります。ほいくんならそんな時どうしますか？億劫になった時しない。何もしない。ご飯食べないし、お風呂入りたくないし、そう、何もしたくない時は何もしない。普通にだって毎日ご飯食べなきゃいけない法律はないし、毎日お風呂に入らなきゃいけない法律はないんだから。別に飯食って風呂入るのがしんどいんならやんなきゃいいじゃん。って思う。なんかそれぐらい甘やかしてもいいんじゃないの？どうせ社会とか学校とか政治がねえしさ、自分の思う通りでマジでいかねえじゃん。だから別に自分一人の時くらい自分の思う通りに行っていいでしょ。いやいや飯食うのつまんないでしょ。もっと適当に生きていいんじゃないかな。ほら、俺とか死ぬほど適当に生きてほしい。見て。やりたい時間に配信して。別にこの時間に配信したくないなってことはしてないでよ、俺。そう。だから緩くていいんだよ。お前が緩くても社会が厳しいけん大丈夫。バランス取れとうよ。大丈夫、大丈夫。どうせ家から出たら厳しいんだから、社会は。ね？だから、自分ぐらい緩くないとバランス取れんって。そら、みんな病むよ。大変なんだから。ま、なんかさ、甘やかすのは何の解決にもならんとか、根本的解決にうんたらかんだらみたいな奴らおるけどさ、そういう奴らもたまに自分のこと甘やかしとうわけやし。それでいいんじゃねえの？って思うけど、なんか別に。なんか俺ぐらいはさ、甘いこと言っとってよくない？どうせ他のインフルエンサーとかさ、こういう有名な奴らってちょっと厳しいこと言ったりするわけやん。なんかこう頑張って働いた方がいいとか、あじゃないこうじゃないって多分いろんなこと言うわけよね。でさ、なんか周りの親とか大人とかも多分そういうこと言ってくるやん。なんか。いや、もうちょっと頑張った方がいい。だから勉強もうちょっと頑張ったら将来楽になるとか、将来の話してないやん。何それ別に。今きついって話しそうだけど、将来楽とかどうでもいいけん、別に。って話やん。なんかさ、別に、なんかたまには大人が一人や二人ぐらいさ、なんか別に、ゆるっと生きればいいじゃんぐらいでいいじゃん。だって結局俺って第三者の質問を聞いて、第三者目線で答えとうだけの第三者なんやけん。なんか第三者ぐらい耳障りいいこと言ってもよくない？って思うんよね。なんか、って気がする。なんか人生のハードルはもっと低くていい気がするわ。勝手に生まれてるし。じゃない？なんか人生ってハードル上がりがちよね。なんか働かんかったらダメとかさ。なんか別に良くない。もう。自分がしんどいのが一番嫌でしょ。まったりやれいいじゃん。みんな厳しいじゃん、大人。なんか、一人や二人ぐらいね、甘いこと言っとっていいやんね。だってここに相談のコメント送ってくるやつって解決、根本的解決あんま求めてないでしょ。俺だって基本、人になんか相談しとう時とか、これなんか俺あんま人になんか相談できんちゃうけど苦手やけん。それでも人にするときってやっぱその根本的解決を求めてないもんね。だからとりあえず聞いてほしいわとかなんか、そうそうそう。が、俺も多いけんさ。まあ別に聞くことぐらいは俺はできる。その解決は多分しきらんやろうけど、俺そんな別になんか立派な人間でもなければあれやけんさ。